ちは、なるみです。今日は、バイクチェックですね。なるみず3代目バイクチェックということで、組んでもうどんぐらいだ、1ヶ月ぐらい経ちましたかね。経ったかな、1ヶ月ぐらい経ったルックの875マディソン RS クリットってやつ紹介していきたいと思いますね。で、なんでこのフレームにしたのかと言いますと、マディソンっていうこのルックの中でも、ブレーキをつけれるモデル、ブレーキ穴が開けれるモデルがやっぱの一番上がこれで、あとはカーボンフレームに乗ってみたかった、ルックは超憧れだったんです。憧れのブランドです、ルック、フランスなんですけどね。その憧れのブランドのカーボンフレームに、乗ってみたかったっていうのがありつつで、現存ある中だとおそらく一番軽いフレームです。トラックとか走るようなフレームになると逆に強度を上げなきゃいけない、重量はちょっと上がったりするんですけど、そこの手前の一番軽く作ってるフレームがこのマディソンだったんですけど、はい。で、目つけ始めたのが、2年ぐらい前ですか、黄色とかシルバーとか、その時は赤とか青とかあったんですけど、その時はちょっとまだなんかこう踏ん切りがつかないのか、あとはお金の都合もありましたんで、見送ってたら、なんかチームルック、インスタグラムとかでもチームルッククリットってやってもらえれば、この車両を乗った人たちの、写真とか、今だったら雪山走ってたんですけど、なんか出てくるんですけど、これこんなカラーすげえな、やっぱルックって、会社大きいなみたいな感じで思ってて、で、これに関してはお客さんなんかね、その当時お客さんにはこのカラーは出ないんですよっていう、チームカラーなんて出ないんですよなんて話してたら、2020年カラーとして発表されやがって、はい、そうですね。しかもクリット行動レースっていうことなんで、前後ブレーキつけれる仕様で、ってことで2020年出たモデルです。はい、1年に1回注文しかできなくて、入ってくるのも1年に1回きりっていう、なんともすごいやりづらいルックなんですけど、はい、で実際に僕街中、このまま走ってます。で、よく僕こけてたりしますけど、クリットとかで、遊ぶときは、ハンドルステムごと変えて、はい、ノーブレで走ってますけど、基本もこの前後ブレーキブラケットつけた状態で、通勤してます。でも本当に、なんすかね、カーボンフレームってこれがカーボンフレームか、これがカーボンフレームか、これがカーボンフレームかっていうのは、こればっかりはみんなね、乗ってみなきゃ分かんないです。店の周り1キロ、店の周り1周2周した人って分からないと思うんですけど、自分が普段使ってる道なりとかでもう気づくことはめっちゃ多いです、通勤の中で。ちょっとした段差は全く気にならないとか感じなくなったりとか、そもそも立ちこぎした瞬間軽すぎてびっくりしたりとか、もう乗ってほしい。鉄スチールフレームもいいとこあるし、アルミももちろん大好きやからいいとこありますけど、カーボンもカーボンでこれはまた違った良さのある化け物だなと正直思いました。はい、ね、お店来てくれたら別にね、乗らせてくださいって言ったら乗っていいですよっていうぐらいでは思ってるので、全然乗りたかったら声かけてもらえればいいんですけども、はい、で僕は S サイズ乗ってて、よく聞かれるんですけど、ギア比とか今 3.0 ギアストで乗ってます。あと何か喋ることありますか。各部スペックぐらい言っときますね。注目のホイールですね。皆さん、高校生あるように、クランクから行ってみる。そうっすか。クランクはデュラエース。シマノさんのデュラエース、オクタリンクなんで、FC の7710番ってやつです。を、勝手に黒くアルマイトかけ直して、いわゆる黒デュラっていう状態にして、ずっと隠し持ってたんですよ。ずっと隠し持ってたんで、今つけるフレームな、今ここ使いたいみたいなフレームなかったんで、ずっと隠してて、今ここで出してる感じです。で、チェーニングはディジリットの UD48 丁
です。別になんか48丁にこだわりはないですけど、まあなんかあの競輪選手がなんかクリッターの時に 3.0 で走ってたのを見て、まあ、なんか基本っぽいなと思って、勝手に3にするために48で後ろ16丁のチタンコグ、ノバコロナのチタンコグ使ってます。チェーンは HKK ベルテックス、あ、ペダルはデュラエースです。もうなんかすいません、なんか高いもんばっかりじゃんみたいな感じになりますけど、でサドル、じゃホイールか、ホイールは前後マックハブ、ブローチャーズ大阪大流行りマックハブです。めっちゃいいハブです。よく回るし軽いし、でもラージフランジだからしっかり貼れるしね。これはもう大ヒット商品ですよ。今受注会やってますね。けど、はい、なんかマックハブはフジモンとホイール大先生に聞いてもいいし、僕とかも好きで使ってるんで、まあ、聞いてくれたら結構ありえないの喋りますね。はい、で、リムは F リムですね。あのこれまた今日例えば受注会やってますけど、はい、ブローチャーズ F リムの、まあ、特注になるんですか、これは50ミリだっけ、はい、僕50ミリのチューブレスレディで注文させてもらったやつです。まあ、なんかね F リムはすごく気を使わなくてコスパがいいホイール、あ、リムだなと思って、なんかそのなんかよく走るお客さんとかのなんか故障もないし割れたりもしないし、よく走るいいホイールですねという話をいただいてますんで、まあ、チューブラーとかにするともっと軽くなるし、まあ、なんかこれもまたホイール大先生とかに聞いてもらえればいいかなと思います。あとはそうですね、Cポスが出たんで、サドルがセラ305、これなんか別売りなんですけどめっちゃ色合ってますよね。はい、ではあのブラケットカンパニオロポテンザ、ブレーキキャリパーコーラスで、ハンドルステムは通勤時はエンビ使ってますぐらい。バーテープスパカーズとかですけど、あんまりお店ではあの巻きづらいからみんなちょっと嫌がってますけど、僕は結構好きなブランドなんですけどね、はい、でタイヤがグッドイヤーのチューブレスです。なんかもうチューブレスは通勤にすごくおすすめですよ。あのね、パンクしづらいし乗り心地いいし、はい、そんな感じです。で、はい、そんなところではございますけども、はい、ライブだったら何か質問ありますかという感じ。こんなとこかな。こんなとこですか。はい、まあ、あとはあれじゃないですか、2021年も。あ、そうね。で2021年、まあ今ちょうどオーダーのタイミングが、まあ、実はちょっと終わってるんですけど、まあ多分まだいけるはずです。で2021年の、もうこのカラーは継続です。前後ブレーキホールありモデル、名前が875パティソンフィグゼみたいな感じの名前になってて、これまた、春かな、春頃になるのかなっていうところで、あの注文は受けれるようになりましたので、実はもう一色ね、ルックカラーっぽいやつ、真っ黒のやつが真っ黒にちょ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 ってこうおしゃれな感じのやつが、まあ、今のところちょっとノーブレ仕様、レース仕様、なんていうんだ、まあトラック競技場仕様っていう感じになってるんですけど、まあなんとか穴開けれないかなっていうところでいろいろ相談はしてるんで、はい、なんかその2色でこの2021年受注受けれるんで、まあ、あとはあの別に欲しければ T20 って100万円で注文してくれてもいいんですけど、まあはい、あとはアルミのモデルが1種類か、あの464ってやつですねとかの注文も受けれますんで、はい、ぜひぜひ、まあね、乗ってみたいでもいいし、買いたいって言ったらブローチャーズとかに連絡くれたら、対応させてもらう、バチバチのやつ組ましてもらえますので、ぜひご連絡ください。はい、そんな感じでいいでしょうか。以上でした。